はい、サカツク2000に理想の最強メンバーを考えてみました。私が実際に獲得、育成した選手限定で構成してみたっす。なのでグラーフやバウアーはいないよ。あ、背景の試合シーンは気にしないでね。というわけで、システムは 4-4-2。キーパーは三上一択。ここに外国籍枠は使えないからね。能力は矢村と辰正の方が上だけど、連携タイプ的に使いづらいからね。そんでセンターバックの二人は、萩原と奥村ね。本当はここにレスターを入れようか迷ったけどね。多分あの人、萩原よりも強いからね。で、両サイドバックが、マルティニとノリズキね。ここで外国籍枠を一つ使うよ。ここであれ、カイドウとミクリアは使わないの？って思う人も多いはず。私はあえて、両サイドハーフで使います。日本人のサイドハーフ、あんまりいいのがいないからね。もちろん杉下を左で使うのもありだけど、今回はこのようにしました。そしてディフェンシブハーフには、エンリケです。ここに高杉を入れようかとも思ったけど、今回は除外ね。特殊エディット枠は、別のとこで使うよ。トップ下は立浪。ここにルイスを入れようか迷ったけど、まあ言うて FP だからね立浪。ファールや怪我で離脱しなければ、強いからね。そしてフォワードは、ロナルドとトシ。得点力で言うなら、彼らが一番最適だと思うんだよね。そんで控えの5人が、エレ、リバルド、稲村、クガ、ヤムラだね。とまあ、こんなとこかな。やはり外国籍枠とエディット枠で悩むね。本当はリバルドじゃなくて、フォーリットかレナルトが望ましかったよ。あとグラーフとバウアーも入れたいよね。でも取ったことないからね、入れれないね。皆さんの理想はどんなメンバーかな？多分マルケには被るんだろうな。それではご視聴ありがとうございました。今回、短くてすみません。じゃあの、